治を行った政外企業勢力の一つ、メイラムグループから工事が出ている。独立傭兵の諸君、メイラム同盟企業ダーフォンによる依頼を工事する。ルビコン解放戦線が汚染市街にボース製の移設型砲台を配備した。あの市街自体に価値はないが、ポーラル調査領域を拡大するには抑える必要がある。野心ある諸君、解放戦線の砲台を全て破壊せよ。我々は MT 撃破に対しても追加報酬を用意した。可能な限り敵方の戦力を削いでもらおう。これは諸君らにとって手堅く実績を作る好機だ。奮闘を期待する。システム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の移設型砲台を全て破壊しろ。企業の傭兵が来たぞ。もう情報が流れたのか。ミミサというやつらめ。
着メッセージなし。システム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ダーゴンの MT 部隊を殲滅しろ。着メッセージ。量産 MT その寄せ集めに過ぎん。独立傭兵レイブン、前回の働きで貴様は一定の実力を示した。モチールに足る傭兵であることを再び示してみせろ。
名指しの依頼が入ったな。この調子で実績を積み上げていけ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを破壊しろ。輸送ヘリの破壊を確認した。続けろ621。着メッセージ。戻ったか、621。企業にとってルビコン解放戦線はコーラル調査領域を拡大するための障害となる。ルビコニアンから見ればお前の行いは侵略への加担と映るだろうが、それも仕事だ。
相手は指揮をサンプルとはいえ AC には変わりない。気を引き締めていけ621。システム戦闘モード起動。ミッション開始だ。目標を捕捉した。621仕掛ける攻撃だ。ミシガン、621をレッドガンに預ける件だが。言い忘れたことがあった、ハンドラー・ウォルター。解放戦線の動きに変化が見られる。独立傭兵に粉をかけて回っているらしい。621の仕事が増えるなら歓迎だ。弱者には弱者の戦略がある。レッドガンとしては叩き潰すのみだがな。新着メッセージ一件。621、お前が撃破したテスター AC だが、あれはベイラム専属 AC 部隊レッドガンに届けられるものだったようだ。レッドガンはベイラムの主力。所属隊員の実力は折り紙付きだ。頭に入れておけ621。